7 6トル四段砲 M1936 とは第二次世界大戦前の1936年にソビエト連邦が開発した野砲である。1931年、赤軍はアメリカとイギリスが対空、対地療養野砲の開発を進めていると推測した。これはイギリスの日本土対戦車砲と25ポンド野砲が360度全周旋回可能な 砲がを持っていることから生まれた誤解であったが、当時の赤軍兵器局長であったミハイル・トゥハチェフスキー、将軍は、この推測に従った、対地、対空両用野砲の開発に賛成したため、76mm 口径の新型示談砲の開発が開始された。1935年には試作品が完成して、運用試験が行われ、同年6月14日には、 ヨシフ・スターリンの立ち会いのもと行われたデモンストレーションにおいても良好な運用成績を収め、1936年5月11日に正式採用された。しかし、前任の M1900 に 3076mm 野砲と比較して 300kg 以上も重いと不評であったため、 より軽量化された回2二ユソブヤホウの生産が開始された1939年には回 -22 ヤホウの生産は打ち切られた。二 -22 は当初は新型砲弾を使用する予定であったが実際には m 1 9 0に3 0と同じ砲弾を使用可能なように設計された。しかし射撃時と装填時に 自動開閉する垂直閉鎖式の汚染を採用したため、装填速度の向上につながった。海 -22 は1938年の長古本事件で初めて実戦投入されたほか、ノモンハン事件にも投入されている。その後も後継の海2 2に結ぶとともに冬戦争や大祖国戦争に投入されたが、この時は序盤のレッスン時に多数が、 数軸軍に破壊されるか露覚され、露覚されたものはソ連軍に向けて砲火を放つことになった。この戦争の最中の1942年には新型のジスマイナス3が開発され、解 -22 とイ -22 ユス部を急速に置き換えていくが、残存法はクルスクの戦いまで使用が続けられた。放射砲としての運用も想定されていたが、実際には対地、 対戦車戦闘に投入されるのみで、対空戦闘に使われることはなかった。7.62cm パック36対戦車砲。この砲は、マズルブレーキがなくなっており、方針も、ご座状態で固定されている。ドイツ軍は、独祖戦の序盤において、多数の回 -22 を旅客し、7.62cmFK296 の正式名を与えて運用した。 当時のドイツ軍の主力対戦車砲である 3.7cm パック36や 5cm パック38では、ソ連軍の T-34 中戦車やキロボルト -1 重戦車の防御力に対抗できず、遭遇するたびに 88mm 高車砲を装備する空軍高車砲部隊の支援を要請する必要があり、進軍速度と作戦遂行に少なく内悪影響を与えた。 このため、新型の 7.5cm パック40の数が、揃うまでのつなぎとして、回 -22 に大幅な改造を行った上で対戦車砲として運用することが決定された。改良を受けた砲は 7.62cm パック36として、ドイツ軍に正式採用され、東部戦線以外にも北アフリカ戦線でも運用され、さらには、 通号戦車や38戦車の車体に、これを搭載した対戦車自走砲である、マルダー2とマルダー3が設計された。フィンランドでは、独自に路角したりドイツから供与された二 -22 を 76K36 として、正式採用し、1960年代まで第一線部隊で運用し続けた後も、1990年代まで予備兵器として保管されていた。 ルーマニアでも、露覚した海 -22 を、同じく、ソ連から露覚した T-60 軽戦車の車体に搭載したタケイム、T-60 追戦車自走砲を制作している。戦後、海 -22 が新祖国に供与されて実戦に投入されたという記録はない。ありがとうございます。